今ね、道の駅彦さん、勧誘者というところに来ております。すごくね、この辺は景色のいい場所になります。そしてね、しばらくね、ここでね、休憩しました。水も買ってね、今からね、彦さん、の上の方にね、山の方に登っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、たくさんのね、お客さんが来ております。土曜日ですけどもね、はい、それではね、出発したいと思います。よろしくお願いします。ここからはね、アクションカメラで撮影しております。ただね、バイクでね、しばらく走りますのでね、見ていてください。去年アクションカメラはね、無双のね、アクションカメラで、マイクがね、ついて、マイクの紐がね、映り込んでね、いたんですけども、今年はね、マイクなしでもね、声を拾えるみたいですので、マイクなしで、大丈夫みたいです。しばらくね、走っていきます。走りますね。ちょっとね、時間が遅れてますね。去年はこの辺で、お昼のね、音楽が鳴っておりましたけれども、このアクションカメラはね、先日ね、テストでね、動画撮影しましたけれども、結構ね、ブレておりますね。ですので、ご了承くださいということで、来年はね、GoPro 8とかね、GoPro Max かね、買ってね、ブレないね、カメラを買ってね、撮影したいと思います。ちょっと精度が悪い、ブレブレ の、 アクションカメラですけどもね、ご了承ください。はい、そんなこんなでね、もう今日はね、すごい、のんびりね、ドライブできますね。ゆっくり今、55キロぐらいでね、走っておりますけれども、後ろの車に煽られることもなくね、この辺はね、そんなに煽る車はないと思いますけどもね、のんびりと走って、行きたいと思います。左側に大きい彦山川が見えておりますけども、すごくね、ちょっと体をね、反転します。こんな感じでね、彦山今登っていくんで、彦山川の源流にね、近づいておるところでございます。おーっと、中央線はみ出してるなと思ったら、車がね、ちょっと止まってね、降りました。まあね、彦山といえばね、九州一、高い山になります。標高1299メートルの九州一高い山になります。そ
そしてね、まあ、ただね、走ってね、行くだけではなくてね、途中でね、寄り道しながらね、楽しんで、寄り道も楽しんでね、行きたいと思います。こういうところ、柿がね、なっておりましてね、熟し柿がなっておりまして、まあ、取って食べたらダメなんだろうけれども、熟し柿がなっておいて、結構ね、朝のね、朝食のね、デザートに、朝食食べた後のデザートに、熟し柿食べると、すごくね、美味しいのですよね。でこの辺、川原が見えてますけれども、おそらくキャンプはできないのでしょう。キャンプでバーベキューとかね、禁止の場所がいっぱいありますけどもね。だけどちょっとね、くつろぐ場所としてはすごくねいいと思います。さあ、それではね、もうどんどん、登っていっておりますけれども、ちょっとね、後ろから車が来てるんでちょっと止まってね、ちょっと今動画撮影できてるかどうか確認もしたいのでちょっと止まります。後ろからね、車がどんどん来ておりますんで。それでね、ここ添田町はね、すごくね、景色のこの感じで、すごく景色がいい場所になりますが、動画は撮影できておりますね。こんな感じでね、もみじもね、途中ちょっと寄ってね、写真撮れながらね、写真撮れながら行きたいなと思うんですけども、はい、景色のいい場所になりましたね。デジカメでちょっと写真撮ってね、見たいと思いますので、ゆっくりね、ゆっくりでいいんで、ちょっと楽しみながらここ、行きたいと思います。ただまだね、先は長いので。あー、いいね。ま、車で来てもいいね。車で来てもそんなに、駐車場いっぱいだったけどもね、道の駅は駐車場はいつもいっぱいだけども、車で来ても楽しめる場所ではないかと思いますので、今日はね、50キロぐらいでゆっくり走ります。結構ね、この辺になってくるとね、もう結構車の通りがね、多くなってきます。こういうところからやってきて、水をね、先ほどね、水を汲んでたらね、まあ、ちょっと待ってね、車を先に通しましょう。後ろからね、車が来ておりますので、ちょっと通します。はい、どんどん来るのか。はい、今ね、バザード炊いて、ありがとうのマークしましたね。挨拶して。ああ、車が止まってくるな、ここ。ああ、これは綺麗な場所やね。これ写真撮っとくかな。ああ、ちょっと待ってね、ここ、止まってくるんだね。写真撮りたいんやけどね。まあいい、次。素敵なね、場所ですね。まあいい、行きましょう。見どころがね、いっぱいあってね。先ほど何の話しとったんかな。ですね、先ほど水を汲んでた時にお客さんがね、後ろで喋っていたんですけれども、熊本にね、熊本からね、なんか水を汲みに来たというようなことを言っておりましたね。熊本から来たんか、熊本からね、熊本に行って水を汲みに行ってるとかね、そういった話をしておりましたね。だから水を汲むためだけに来たと、立ち寄ったと。
よく内容は分かりませんけども、まあ、そういう目的でもいいと思いますね。水を汲むだけの目的でもいいと思います。はい、彦さんの印が出ておりますので、彦さん8キロ今年もやってきました。今からね、上りになります。今からぐいぐい登っていきます。綺麗なもみじの場所がありますね。止まってちょっと撮影しますか。まあいいか。今からね、毎年ね、同じですけども、このルートを通って、今からね、彦山のね、中腹あたりに向かいます。中腹あたりで、紅葉の見頃の場所がありますのでね、そこで撮ってもいいと思いますので、はい、撮りましょう。今からぐいぐい登ってきます。125cc、 このバイクはね、ヤマハアクシスストリート 125cc バイク、125cc バイクなんだね。クロスカブとかね、入った 110cc カブの 110cc の、バイクよりもね、少しパワーがありますのでね、ぐいぐい登っていっております。はい、ちょっとパワーがありますので、問題なくね。で、ここはなんかね、売ってますね。みかんが売ってますね。ちょっと寄りたいなと思いますが。あ、1000円でね、1袋1000円で売ってますね、みかんが。今、パッと見ただけであるんですけどね。まあ、それにしても綺麗なもみじ。うん、これはもう本当、一見の価値ありね。バイクも今日走っております。すごくいい天気ですもんね。はい、さあどんどん登ってきます。休憩なしでどんどん登っていかないとちょっと時間がね、押してるのでね。楽しい、景色がね、すごくいい、すごく景色がいい。ちょっとね、アクションカメラがね、ブレてるかもしれないですけども、またね、バイク降りたらね、デジタルカメラに切り替えて撮影しますので、ここはね、ちょっと我慢しておいてください。それにしてもね、このスクーターね、ヤマハアクシストリートの単気筒バイクのね、エンジンの音すごくね、心地よい感じでね、聞こえますでしょうかね。すごくね、心地よいですね。登っております。ちょっと急坂になってね。綺麗な紅葉が見えております。山の向こうがね、もみじ、赤いね、やっぱりね、来てよかった感じですかね、この辺ね。自然豊かだね。と言いましても、すごくね、そろそろね、ケーキ喫茶とか書いてありますね。こういうところでね、たまりませんね。こういうところでスイーツ食べられたらね、山に登って、ケーキを食べられたら、もうすごくたまらないですね。
そしてちょっとね、直線になりますけども、直線道路になりましたけども、向こうの方でモミジとイチョウの葉っぱが見えております。自然のね、大自然のイチョウの葉っていうのはね、手入れがされてないので、すごくね、今通っておりますけど、すごく綺麗な、今日陰になりましたけども、すごくね、ちょっとこの辺いいですね。いい感じで、こぼれ日が、太陽のね、こぼれ日が入ってきておりまして、涼しくてね、ここはね、すごくね、綺麗です。ここは綺麗ですね、すごくいい感じでございますよ。ほんとね、綺麗だ綺麗だ綺麗だし、そろそろね、見どころに差し掛かりますので行きます。はい、去年も来ましたけどね、この感じで車がいっぱい止まっておりますので注意しましょう。はい、尺投げ走と書いております。車がね、猛スピードで、ね、入ってくるんでね、結構上の方でね、上の方に登っていきます。見て、どうですかね、こんな感じでね、見えてますでしょうか。この感じでモミジが辺り一面に咲き誇っております。上の方に登ってね、また撮りたいと思いますが、とてもね、素晴らしい。去年ね、この辺撮ったんですよね。素晴らしい素晴らしい。ずっと上の方に登っていきます。素晴らしいね、ここはね、車が止まっておりまして、ここ帰りでね、写真を撮ってね、見ましょう。はい、中年のカップルの人が歩いております。はい、どうでしょう、ここね、ほんとね、ゆっくりね、散策するのもいいと思いますし、素敵な場所ですよね。杉の木ですかね、すごい、まっすぐ伸びてね、上の方だけ葉っぱがあります。綺麗ですね、最高ですね。春はね、桜の花もね、ここで咲いてね、綺麗なんですけども、バイクがね、止める場所はちょっとこの辺止めさせてもらいましょうかね。はい、着きましたので、ちょっと動画停止して、デジカメにね、今からね、切り替えてね、それではね、デジカメに切り替えます。この辺で、動画止めますね。よろしくお願いします。はい、キャプテンコージです。ただいまの時刻は、2019年、11月の16日土曜日になります。午後の2時2分になりました。今からね、彦さんの今山頂に来ております。山頂というかね、バイクで、登れる一番上の方に、バイクとかね、車で登れる一番上の方に来ております。この感じでね、駐車場、今日土曜日ですけども、いっぱいになっております。
はい、今からね、イラハラダムの方に向けて、宮古町のイラハラダムの方に向けて、走っていきます。よろしくお願いします。こうやってね、食堂もあってね、季節のカレーということ書いて、貼っておりますけれども、もうカレーはね、もう今毎食を食べておりますので、もう食べ上げたという感じですので、今からね、イラハラダムの方に向かっていきますので、よろしくお願いいたします。今日はね、かっこいいバイクがね、いっぱいね止まっております。忍者ですかね、川崎の忍者とかね、デッドなんとかですね。さあ、それではね、もう行きますので、よろしくお願いいたします。ちょっと車がね多いのでね、なかなか出られないですが、どうでしょう。地図を見ながらね、どっちに行けばいいんだこれ。そっか、しばらく道なりです。はい、まっすぐね行ってみます。途中ね、またね、休憩する場所はあると思いますので、さ、もみじ、紅葉のね、見どころの場所がありますのでね、そこで休憩しますので、そしてね、周囲ね、ここね、車がめちゃめちゃ多いのでね、周囲確認しながら、慎重にドライブしながら走っていこうと思います。今のところまだ大丈夫ですけどね。しばらく走っていたらね、またね、見どころがあるんですよね。今、この辺もね、ちょっと見どころあって、立ち寄ってみたいのですけどもね、ああ、いっぱいあるな、だからな。お食事どころとか書いてるな。ああ、いいね。まあ、ちょっとね、イラハラダムに向けて今ね、走っております。ああ、いいね。いいところだね。駐車場も広くてね、もうほんと、のどかで、広くてね、癒されますね。あ、ちょっとね、日差しがね、眩しいんですよね、この時間帯。サングラスしておりますけど、太陽の日差しが眩しくて、ちょっと気をつけましょう。今ね、まだね、上の方に上がれるんでね、まだ上の方に上がってるんですけども、うん、素晴らしいね、ここは。一年に一遍ですけどね、ちょっと高いお金払ってでもね、価値のある場所ですのでね。後ろからも車が来るかな。あ、ちょっとね、暗いので、サングラスしてるんでね、ちょっとね、あと見えにくい。そんなこんなで、結構ね、山頂はね、寒くなってきましたね。ですので、フリーズとダウン着てるんですけども、ちょうどいい感じになってきましたね。山頂付近はやっぱりね、寒くなってね、来ますので、やっぱ暖かい服装を準備して、登った方がいいと思います。そんなこんなで、どうでしょうかね。すごくね、日差しが暖かくて、いいですね。
ちょっとね、あとね、十何キロあるかな。35分、あと35分か。35分、ちょっとね、くねくねの道、走りますんで、ちょっとね、思った以上に時間がかかるような感じでございますが、まあ、車で来てもいいね、ここは。その代わりちょっと1時間ぐらい、タイムロスするかもしれませんけどね。彦山神宮はもう通り過ぎましたけどね。彦山神宮は先ほどの場所からすぐのところですね。500メートルぐらいのところでありまして、参拝用のね、駐車場があるんですけどね、駐車場300円の有料となっております。彦山神宮参拝ね。ですので、あまりね、道路脇に止めてる人もいるんですけれども、道路脇に止めてその代わりしばらく歩かないといけないんですけども、そういう人もたくさんいます。ちょっとね、道幅がこの辺狭いのでね、車の場合はかなり注意してね、ゆっくり走らないと事故ります。道幅が狭くてね、すれ違う幅が狭いのでね、その点バイクの方がね楽勝ですね。バイクの方が楽ですね。ちょっと日差しが影になっておりますので、暗く感じます。ちょっとね、車間距離を上げて走ります。車はね、対向車がね多いのでね、走行しているうちに、なんか綺麗な場所が見えてきましたね。彦山。ちょっと見えなかったけど。はい、行きましょう。行き交う車がね。だから車で来た場合は、ちょっとタイムロスになりますね。おそらく、このバスはここ、登ってこれないでしょ、来ないと思いますが、こうやってね、キャプテン浩二、お話ししながらね、お話ししながら、行ってるわけですけども、アクションカメラ撮りながらね、走行動画で、結構ね、走行動画ね、お話しできない人がいるらしいですね、たくさん。あ、今影になったんで、ちょっと怖いです。お話できないでね、走行動画こうやってね、何でもいいのでね、話をしながらね行けばね、楽しいし、トークの練習になるんですね。結構ね、走行動画は難しいんですよね、お話しするのがね難しいのですが、走りながらなんで、周りの車にもね、気を使いながら話しながら、やるんですけども、難しいんですけども、できるだけね、こういった場数を踏むというかね、それでちょっと人がと歩いてたりしてね、このね、犬がね、いたりしてね、ちょっとね、こうやってね、もうちょっと先行ってね。はい、見どころに差し掛かってきまして、この辺にちょっとバイクを止めたいと思いますが、はい、
はい、それではね、見どころに着きましたので、ちょっとここで休憩して、写真でも撮ってみようと思いますので、動画一時停止します。それでは、失礼いたします。